お疲れ様でした。まず、ゴールシーンまず振り返ってください。まあクロスに入っていくっていうのは、まあ、監督からも言われてたんで、まあ、タケルがまあニア入っていて、ファー空いてたんでそこに入って、まあ、トアからいいクロス来たんで、まあ、しっかりゴール決めれてよかったかなと思います。今シーズンの初ゴールだったと思うんですけど、決めた時の、感想というのはどんな感じでした？まあ、今年ゴール取れてなくて、まあ、自分も取りたかったですし、それがまあこのダービーで取れたっていうのは非常に良かったかなと思います。チームも好調維持してまして、今後もまだ試合続いていきます。今後に向けての意気込み聞かせてください。まあ、自分たちまあ、試合するってなったらやっぱり勝ちたいですし、その中でもやっぱりトップに上がるためには、その自分がゴール決めて勝ったり、そういう自分のゴールやアシストで目に見えた結果っていうので勝って、まあ、チームが勝てればいいかなと思います。ありがとうございました。